どうも皆さん、こんばんは。どうも、今日もね、風呂も入らず、一日 YouTube 見てました。ポンポンどうも。風呂も入らず、一日 YouTube 見てた。昼寝もちょっとしましたけどね。はい、何の YouTube 見てた？朝倉海とか朝倉未来のやつ。最近よく見るんですよ。あとジュキアのやつとか。昨日からジュキアをちょっと見出したっていう。アチアリだと思う。てかさ、あれジュキアってさ、なんか著作権侵害しまくってるけど、あれ大丈夫なの？まあ、申告罪だからね、著作権って。なんかジュキアって YouTuber がいるんだけど、めちゃくちゃいろんなところの音楽とか、たまに動画、映像もなんかね、著作権物をめちゃめちゃ使ってるんだけど、で、チャンネル登録者数が200万人超えてるんですけど、まあ200万人ぐらいなんですけど、あんだけ影響力あるんだから、なんか言うとこも言ってくる可能性あるのにね。そのアングラな世界ではないからね、そんだけ人がいたら。絶対許可取ってないと思うんですよね。なんかね、ほんと3秒、2、3、動画の箇所箇所で2秒、3秒ぐらい流すだけなんで、みたいなのが多いんで、なんかね、YouTube のなんか、その AI 的なシステムで言うと、その5秒以上のなんかそういう音楽っぽいもんじゃなければ、その AI が弾かなかったりするらしくて、だからその YouTube 的な、その、なんていうの、YouTube 的な著作権あなた侵害してますよ、的な、その信号みたいなのは YouTube 側にその AI がこう感知できなくて、そこはなんかスルーできるらしいんだけど、そう。ただ、まあその大元のその著作権者に訴えられたらアウティーなところはあると思うんですけどね。まあただそれが多分訴えられてないだけだよな、あれね。結構アングラな世界ではないからね、そんだけフォロワーいて。再生回数も何百万とかいってるんで。あれ絶対許可取ってないと思うんだよな。だっていろんなところの動画、なんか音楽使いまくってるから、あれ一個一個絶対取ってるとは思えないんだよね。まあ、そうですね。まあでも YouTube なんてまあ、テレビのね、テレビの天才含め、まあ普通に音楽とか流してるようなのいくらでもあるけど何百万再生されてて。あんだけでもフォロワーいてあんだけやってんのって多分いないんじゃないのかなって思ってね。まあ著作権持ってる側もね、あれぐらいだからいいやっていう感じで見逃してるんかもね。なんか音楽とかさ、3秒4秒、こうなんていうの、流されても、それだけでこうほら、音楽を楽しめる、その、時間じゃないじゃん。だから逆に宣伝になってるっていう捉えて、訴えたりはしないのかもね。3秒4秒とか流されてもさ、その音楽として楽しめるわけじゃないじゃん。1曲普通4分とか5分とかあるわけで、3秒とかだったら、むしろ、あ、この曲みたいな感じ、ちょっと宣伝になるぐらい。で、それで全然聞き足りないから、だからそれ、ジュキアの放送、動画を見て、なんかその、CD とかそういうの買って購入に繋がったらぐらいに多分そういう感覚なんだと思うんだけど、まあ、訴えられたら100%負けるだろうけど、多分そういう感覚なんやろな。やばい、ジュキアめちゃめちゃ曲使ってない？ アホみたいになんか使ってるよね。一つの動画で何回著作権侵害するんだってぐらい。で、多分そういうことなんだろうね。YouTube のその AI のやつはさっき言った5秒以下だから、そこはくぐり抜けれるのよ。一応その、なんだろう。YouTube は、ジャスラックにお金払ってるから、一応音源、
音源を使うのはセーフなんだけど、その CD の音源とかだと、その CD をなんか制作してる側のなんか演奏とかの著作権に引っかかる。まあ、著作隣接権ですかね。そこはアウティなんだけど。うん。まあでも、多分あれなんだろうね。3秒、4秒じゃ。さっきも言ったけど、音楽として楽しめる秒数ではないから。だからまあ、それをね、流したところで、じゃあ CD とかそのダウンロード販売の数が減ることもないだろうみたいな。音楽として楽しめる音質とか、あ、状況というか、その秒数ではないから。うん、まあ音質は別に悪くないけど。だから見逃されてんだね。むしろ宣伝みたいな感じで多分捉えてんだろうな。うん。やばいっすよね。こんなにチャンネルフォロワー数いて、再生回数こんだけいて、こんだけもろに動画使いまくってると初めて見た。あ、もろに音声使いまくってると初めて見たわと思ってさ。明らかフリー音源じゃないからね。明らかフリー音源じゃない。もういろんななんかもう、有名アーティストのね、その本当に曲だったりとか、もうパチンコの曲とかも平気で使ってるしね、パチンコのなんか、音？うん。なんか、例えばだけど、北斗無双のなんか音楽とか使ったりとかさ。まあ、あれは北斗の拳とか、そっちの方に著作権、あれはサミー側にね、あると思うんですけど、サミーが作ってると思うんだよね。パチンコの BGM 自体はね。てか、北斗無双ってサミーだっけ？どこだっけ？あれ。あ、でもサミーか、エイリアンとか出てくるもんな。まあ、サミーの子会社かもしれないけど、どこだっけ？まあ、どうでもいいや、そんな。あ、ポンパーだっす。そうっすね。ヒカキン6年前に著作権無断使用した。ほう。まあ手が、なんていうの、その、アングラの時代にはさ、みんな結構使ってるもんだよね、正直。でも6年前じゃそこそこ勢いあった頃かな。そうなんですか。なんか影響力を持ち出したらちょっと怖いっていうのはあるよね、なんかこう。まあね、ほんと数秒とかだったらさ、さっきも言ったけど、音楽として全然、それだけで聞けないからさ、ちゃんと音楽として楽しめる秒数とかじゃなければ、まあむしろ宣伝って捉えて見逃されるというより、むしろ嬉しいってなんか思ってる可能性あるんだけどね、著作権者側が。そうですね。何気に今日最終日か、この応援イベント。どうも、こんばんは。ちなみにね、今日風呂入ってないんでね。ずっと YouTube 見てたよ。影響力を持ち出したらアダルト動画もネットに落ちてる無料動画じゃなく、有料の公式サイトで見ないと叩かれる可能性もあるよね。まあ、でも、あれじゃない？はじめしゃちょーとか平気で言ってたよ。はじめしゃちょーとか普通に影響力を持ち出しても、多分1年2年前ぐらいの動画だと思うけど、普通になんか X ビデオ見てる的なことを YouTube で言ってたよ。なんかなんていうの、まあ直接見てるとは言わないんだけど、
だって X ビデオって完全にその全部天才の、著作権侵害サイトじゃん、なの。そうだよね、見るよね、X ビデオみたいな、なんかそんな感じで、なんか喋ってた。だからもう、遠回しに X ビデオ自分見てますよ、みたいな感じ。普通に言ってたけどね。まあ別にそれぐらいじゃ叩かれないんじゃない？いや、もろにその動画内でさ、ね、それを主張しだしたら、それはさすがにちょっとどうかなっての部分もあるけど、それぐらいだと別に、そこまで叩かれないんじゃない？どうもこんばんは。最近見ないで心配した。ああ、まあ、そうかな。いや、なんかもうね、配信が苦痛になっちゃってるからね、本当に。正直、配信やってても全然面白くないからな。もう苦痛でしかないからね。苦痛じゃなかったらもっとそもそも配信するからね。だって、とりあえず枠つければお金になるかもしれないんだから。配信が楽しくて、で、ワンチャンお金になる可能性もね、つけてるあるんだから、楽しかったらもっとやってますよ、毎日毎日。本当に枠をつけるのが苦痛なんですよ。もう今だって本当は撮りたくないのにやってるって感じだもん。まあ、最近はいつもそうだけど。そう。やめればって、だからさ。だったらお前が金くれよ、じゃあ。やめればって言ったやつが金くれればいいじゃん、その分。俺が配信つけて稼ぐ分の金額。そしたらもう配信やんないけど。だってやりたくないんだもん。金が入ってこないじゃん、そしたら。仕事やりたくないって人に仕事辞めればって言うのと一緒だから、ね、じゃあ金どうすんねんって話や。あ、ポンポンどうも。別にやりたくてやってないよ、もう。ねはい。うるさい、お前ブロック。よいしょ。あ、ポンポンです。うちの家、本当に家燃やしたことありますよ、昔。あー、ミルクさんから家やったー。燃やさないできた。おいがおいがおいが、アラブの石油を見たぜ。ビリーズ、ソフトバンク、そうです。家やったー。ありがとうございます。やめないで。まあ、やめはしないけど、配信は一応一生やるんですけど、まあでもなんかしばらく休みたくなる時もあるじゃん。1ヶ月ぐらいとかさ。なんかもうほんといやいや枠をつけてる感じがやばいから、1ヶ月2ヶ月ぐらいは正直休みたいなってのはあるよね。なんか全く枠つけないで1ヶ月2ヶ月ぐらいは。あ、ハートどうも。まあ、あと何回も言ったけども、配信、なんかその生配信がもう面白くないからね。何？何？いや、いいよ。いや、いいっすよ。いらないっす。ああ、ポンポンどうも。顔出し白いや、風呂入ってないんで。あ、パンパンだっす。あ、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、ポンポンどうも。なんか、ふわっちでもさ、全体的になんか投げ銭減ってない？なんかさ、マンスリーとか見たらさ、今月なんかもう言うても半分ぐらいなのに。で、イベントとかもね、やってんのに一応。
なんかいつもよりマンスリーポイント少なくないですか？ 今月なんか少ないよね、全体的に。大山ちゃんって人がいなくなったのもあるとは思うんだけど。あの人いなくなったね。今月なんか投げ銭全体的に飛んでない？飛んでなくない？いつもよりなんか、マンスリーポイントみんな全体的に低いもん。あ、やってたんすか？ああ。何、投げる人がいなくなったとか？なんか全然マンスリー上位じゃなくない？マンスリー全然入ってなくないっすか？別にフォローしてないからさ、フォローも通知も取ってないから知らないけど、マンスリー乗ってないから勝手にやってない。あ、本当だ。マンスリー43位にいるじゃん。投げる人がいなくなったって感じなのか。わかんないけど。まあでも言うても43位だけどね。あ、ポンポンだもん。12月はなんだかんだ取るぞ。そうですか。そうかな？なんで？ どうなんだろうな。クリスマスアイテムがある。ああ、まあ確かにね。クリスマスアイテムは確かにあるけど。どうなんだろうね。今、爆投げしているのって、それ誰に言ってんの？俺に言ってんの？ いや、俺もやっぱさ、普通に無料だったら、無料で見てるのにこんな投げてくれんのって人は何人かいるけどね。まあでも全体的に見たら正直全然ではあるけど。まあマンスリーとかだって300円にも入ってないからね。だってマンスリーとかさ、100以内とかももう全然入れないからね、毎月。まあでもはっきり言ってその、なんていうの、周りが異常に投げられてるだけって部分もあるんだけどね。普通に考えてほとんど何もやってないんだからさ。まあ、こんだけ投げられるだけでもある程度、まあ、ある種やっぱ、御の字みたいな、御の字っていうか、いい方っていう考え方も全然あると思うんだけど。そうですね。まあ、でもだいぶ稼ぎ減りましたよ、本当俺は。しかも今のマンスリーポイントって結構盛られてるからさ。実際入ってくる金額がやっぱ少ないからね、このマンスリーに対して。逆によくみんなこんな投げられるよね、本当に。みんな面白くないのに 何も面白くないのによくこんな投げられるなって。まあ本当プレゼントビジネスだとは思うんですけど。あ、ハートどうも。カラオケ配信、まあ電話されるからね。面白い。え、面白いんだったら投げ銭しろって話なんだけど。思わない。面白いって思う人はじゃあ投げ銭しろって思うんだけど。面白いとは俺思わないけど。ねえ。だってさ、なんかさ、全部無料じゃないんですよ。例えば映画とか見るにもお金かかるじゃん。
で、テレビが無料で見れるのは NHK 以外。あれってほら、スポンサーがいるから結局無料で見れるわけじゃん。で、みんななんか映像を制作してる側って要するにお金儲けのためにやってるわけ。で、投げ銭サイトだって結局投げ銭なかったら結局お金1円にもなんないのよ。まあ、フワッチャ N1 とかそういうのもあるけど、それ取れない人は結局投げ銭しかないわけよ。面白いって思うんだったらさ、投げてくれればいいのにって思うんだけどね、俺は。まあ、俺は別にフワッチャ面白いとは思わないからさ。もうなんかもうほとんどね、今ね、もうただの視聴者になってるからね、YouTube の。最近朝倉未来と朝倉の回の動画ばっか見てんだよね。意外と面白いんだよね、全部。ある程度。爆投げ師って1回のイベントでどれくらい投げる？いやだ、それ人によるでしょ。マジで投げる人だと、ほんと何百万単位で投げるでしょ。やばい人とか多分、1回のイベントで多分500万とか使ってる人いるんじゃない？今までで最大だったら多分1回のイベントで多分1000万超えた人とかもいると思うよ、多分。本当に多分、ほんとトップの方は。でもほんと投げる人は500万とか投げるんじゃない？最高1000万超えぐらいな人はいるんじゃない？多分。だって明らかにさ、昔のネットホストとかさ、閲覧とか全然なくてさ、ドカって言ってる人とかさ、まあ要するにそういうことじゃん。ほんと一人二人が投げてるだけだから。最高1000万くらいまでいってんじゃないのかな？多分。わかんないけどね。推定ですけど。まあでも何百万単位は間違いなくいる。何百万単位は間違いなくいる。1000万ぐらいまではワンチャン行ってる人いるかもっていう。まあ俺の憶測ですけど。やばいっすよね、ほんと。1000万まではいないかな？どうだろう。いや、ワンチャンいるかもしれない。200万、300万は間違いなくいる。500万ぐらいも全然いると思うんだよね。すごいよね。無料で見れるものにそんな投げるってやばない。本当に。どこの金持ちなんだよっていうね。まあ金持ちなんだか、なんかこう結構無理して投げてる人ももちろんいると思うんだけど。まあ結局あれじゃない？まあ、ホストクラブみたいな感じで投げてる人もいるだろうからさ、結局ね、女なんてさ、この話何回かしてるけど、男で、高時給になろうと思えば、いい大学出て、いいとこ就職してとかさ、あと自分で起業して成功しないととか、なんかいろいろあると思うんだけど、ハードルが。女なんてさ、そこまでブサイクじゃなければ、最悪なんか、夜の仕事やればさ、月収100万とかも全然夢じゃないじゃん。女なんて、大したそういうなんか努力とかしてこなくても、若い女ってだけでもう月収100万ぐらいだったら、稼ごうと思えば稼げると思うね。そういう、まあ、言ってしまえば能なしたちでも、そんだけは稼げるわけだから。本当だから限られたさ、そのなんかちゃんとね、いい大学出てとかさ、そういう限られた人じゃなく、まあ、そこら辺の能なしな女でも若いってだけで、そこまでブサイクじゃないってだけで、100万200万稼げる、要するにコマの数が多いわけですよ、言ってしまえば。そう。何？女性軽視ってもの？いやいや、でも実際そうじゃん。女の悪口やめて。いや、悪口っていうか実際そうじゃない。実際そうでしょ、だって。そう。だって、ね、男でだってじゃあ月収100万超えようとしたらじゃあ何しなきゃいけないかって話じゃん。普通に考えていい大学出てさ、いいとこ就職してさ、
ね、大手企業就職して、で、それで、そこでもまた、あれですよ、そこからまた競争が始まって、それで上の方に登っていかなきゃ、月収100なんて無理だよ。絶対無理。でも、女なんて別に、中卒だろうが何だろうが、とんでもないバカだろうが、別にね、金とかさ、そんなね、あ、金じゃねえ、そんな学歴も、何も職歴もなくても、別に風俗でもなんかキャバクラでもやれば、それなりには100ぐらい行くんじゃない？なんかその、高月収になりやすいんですよね、女の方が。男だったらもう限られたやつしかなれないけど。そう。だからまあ、その、ネットホスト系な人に、やっぱそう、なんていうの。まあ、夜の仕事やってる人がドカって金使ったりする人はいるんじゃない？だから実際そうじゃない？ホストとかだってそうじゃん。ホストとかだって、あれにドカドカ使ってるほとんどの大半7割、8割は、あれ風俗嬢とかキャバ嬢だからね。7、8割ぐらいは。で、稼げるやつの圧倒的な数が多いね、女のが。若い時。まあもちろん若い時限定ですけど。それが、だから、あれ、ふわっちでもあるってだけじゃない、ただ。だふわっちでもなんかね、風俗とかで働いて、ネットホストみたいな人に、なんかもう100万、200万とか月投げてる人なんて絶対いると思うしね。てか逆にそういう人がいるからこそ、ネットホストみたいな人たちが稼げてるんだと思うけど。まあでも最近なんかネットホストみたいな人たち結構息してないけどね、あんま。天地無じゃないけど。昔でもそうだったじゃん。昔はほんとネットホスト系の人たちがもうマンスリー上位全部占めてたじゃん。閲覧こそ全然ないものの、閲覧全くないのに、もうほんと一人二人とかの投げる人がいたからさ、ドカって言ってた。でもあれって、まあもちろんお金持ちが投げてた人もいると思うけど、あれもやっぱ風俗嬢とか結局投げてた人結構いると思うよ。どう考えても。